昨日公示された参議院選挙の期日前投票が県内各地の投票所で始まりました。広島市中区に開設された投票所には午前8時半から有権者が次々と投票に訪れました。期日前投票の利用者は増加傾向にあり、3年前の参議院選挙では県内でおよそ34万6千人と投票者の3割を超えます。初めて期日前に参加したんで、全くちょっと場所で慣れてないところあったんですけど、すんなりとできたかなっていう感じです。はい、期日前投票は県内163箇所で行われ、投票日前日の来月9日まで受け付けます。